はてさて、君の中には何かが感じられる、何らかの感覚。これは何か。感覚。勇気、好奇心、忠誠心、野心。好奇心。知識欲かな。手強いパズルも好きだし、心構えはできてると思う。実に賢い。賢いらしい。普通の人間が戸惑わずに折れないものもしっかりと考えられる。賢いらしい。そして学ぶ準備ができている。物覚えもいい。レイブンクローがいいかもしれんな。あ、レイブンクローか。賢いって言われたけど。そして今晩の到着が遅れた理由は友への忠誠だ。必要であるならば一人でも前へ進む。いや、それは無理だね。野望の芽生えを感じるぞ。力を強く望んでいる。いや、出る杭は打たれるからな。ほな、レイブンクローで野宿か。でもハッフルパフでみんな入れてくれたから、ハッフルパフ、パパパパパパパ、レイブンクロー、青やしな。いや、ないよ。学ぶ準備ができた。忍耐、忠誠、勤勉だぞ。これ私じゃないか。それは違う。あ、忍耐、忠誠、勤勉、何が間違っとんねん。いやー、でもな、ハッフルパフだったんよ私。待って、やってくるわ。公式のなんか、アズカバン戻る。一回アズカバン。ホグワーツ組み分け公式。はいはいはい。ん？これ公式英語じゃね？ハッフルパフでいいか。こんなに迷う人はパフ。じゃあパフにします。二次三次少ないんだったら。これで到着が遅れた理由は友への忠誠だ。友への忠誠、これ行くか。存在感のあるやつならばハッフルパフ。